はい、こんにちは、こんばんは。白銀の鳩です。今回はピックアップ2ですね。についてちょっといろいろとお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、ネタバレ要素めちゃくちゃ含みます。はい。多分この動画に関してはある程度ちょっと時間を気持ち置いて、そのままポンと上げられてるかなと思うんですが、地獄曼荼羅ですね、地獄曼荼羅平安京、これがあると思うんですが、ピック2個人的にないなぁと思っていたんですが、ありそうです。はいっていうことをお話ししていこうかなと思います。はいで何が来るのかに関しては、ストーリーやった方だったら、ほぼわかるんじゃないかなと思います。はい。もう素直にポンポンって言っていくんですが、まず1人目が、アベンジャーの牛若丸、平の過激をですね。はい。平の過激をで会っていたはずが、まず1人目の、サーバント。平の、そうだね。過激をですね。はい。まずこれが、1人目。そして2人目なんですが、2人目は、伊吹童子ですね。はい。いやー、正直なところ、びっくりっていうお話でした。うん。もうね、おうって感じだよね。個人的には今回、ツナさん、とリンボが実装されるって言ってリンボの方が期間限定の、サーバントとなっていたんで個人的にはピック2ないだろうなと予想していたんですが、なんとそれは知らねえよ関係ねえよっていう感じで多分ピック2が来週ぐらいに来るんじゃないかなって思ってます。はいで平の過激をと伊吹童子なんですが、もうスキル構成ある程度分かってるっていうのとモーションもある。なんと宝具のモーションもあるということで結構濃厚です。はいもう実装される可能性としてはめちゃくちゃ高いんじゃないかなっていうぐらいに、すごい濃厚になっております。はい、なのでもし気になる方に関しては、ちょっとね今回1週間この動画いつ投稿されているかわからないんですが、ちょっと時間を置いてからガチャを引くっていうのは考えておいた方がいいんじゃないかなと思います。自分に関しても正直ね、クリスマスという情報があったんで、クリスマス来ないっしょみたいなこと思ってたら、ああ、来るんだみたいなね、感じになってるから、ちょっと怖いなっていうのはあったりするかな。伊吹童子が、セイバーで来て、平の過激を、あれですね、アベンジャー牛若丸。が、アベンジャーで、来ると思うんですがセイバーとアベンジャーの追加になるでアベンジャーの牛若丸過激用に関しては単体宝具の、強化解除持ちそして伊吹童子に関しては確か無敵貫通の全体セイバーになってるって感じかな、そうなった時にわりかし引いといて損はない、キャラクターだなぁと個人的に思っているんですがどうなんだろうねっていうスキル構成に関しては正直なところざっくりは見ていないんでどういう形になるのかっていうのはわからないんですがどうなんだろうそっちのどちらが星5星4になってくるのかっていうのがちょっと気になってくるかな。個人的には過激用が5かなって思ってる自分は。はい過激用が5でセイバーの、伊吹童子ですね。に関しては4なんじゃないかなって思ってます。はい。この理由としてなんですが、単純に、あれです。顔面宝具があったからっていう、ただただそれだけです。過激用の方は顔面宝具があって、毎回忘れるね。伊吹童子に関しては全体宝具で顔面アップがなかったってなった時に可能性として読んでくる可能性の方が高いのかなとか思いつついやもう両方とも星5の可能性っていうのもね、ありえたりするんで結構自分は怖えなって思ってます。わりかしえぐいです。で仮に星5で両方とも実装されるってなった時にどっちかが期間限定に入ってくるというか、下手し両方とも期間限定なんじゃねっていう気持ちもあったりするんで、まあちょっと怖い、もう怖いしか言ってないけど、まあこの後のこと考えた時、クリスマス2020はあります、正月ありますってなった時に、うわー出費結構重なりそうだな、怖いなーって思ってるぐらいに、ちょっとやばい感じなんで、もし、ガチャを引きたいなって方に関しては、ちょっと、待機してみるとか、まあ何らかしら情報が出てから引くっていうのを考えておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、実際のところ本当にそうなるかはわからないんですが、まあ警戒しておくに損はないっていうのもあったりするんで、とりあえず警戒しておいて OK かなと思います。はい、以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。